福沢慎君は七か条からなる教訓。世間には福沢ゆ吉が表したものとして広まっているが、実際は作者不明の偽作であり、福沢が創立した慶応義塾大学は、新君は福沢先生の言葉ではない、真っ赤な偽作であると明確に否定している。福沢慎君、福沢ゆ吉を新君、福沢新君七足、ゆ吉新君、新君、 七足などとも呼ばれる。福沢慎くんの内容は、以下の通り。昭和時代に、慶応義塾大学職員を務める傍ら、福沢諭吉の辞責を調査、研究して、福沢諭吉全集を完成させた、富田正文は、同全集第20巻の付録に、以下の短文、福沢慎くん足は、義作であるを寄せており、それ以降、慶応義塾側は、福沢慎くんに、 否定的な見解を表明し続けている。福沢慎君七足は、偽作である三、四年前から時々、福沢幸吉慎君七足というものについて、あれは前週のどこに出ているかと尋ねられることがある。はじめは何のことかわからなかったが、間もなくその印刷物を見せられた。一、世の中で一番楽しく立派なことは一生果てを貫く仕事を持つことである。 いかか条書きにして七条ある。はじめは、福沢諭吉君と言っていたが、だんだんに、福沢諭吉新君七足という表題が出来上がった、ようで、近頃は、方々で、その印刷物を見るようになった。書いてある七条はいずれも立派な教えで誠に恥ずか、力ぬ文言であるが、文帝は明らかに現代文で、福沢の明治時代の文章とは、はっきり違っている。もちろん、 福沢の書いたものではないし、福沢の文章の中から拾い出したという形跡も、見当らない。誰かの創作であろうが、惜しいことにその作者は、自分の名の代わりに、福沢諭吉の名を借りてらいたばかりに、自分の創作した教えの一つに背く結果となってしまった。その教えとは、1、世の中で一番悲しいことは嘘をつくことである。富田正文、福沢諭吉全集。 第20巻、P10。福沢慎君は、作者不明の偽作であるため、いつ、誰が、何の目的で作成したのか不明であるが、富田正文は、福沢慎君んは1955年頃から、広まり始めたと推察している。中本全集第20巻の付録、経録にも記して、この文章が、偽作であることを断つておいたが、付録を読まぬ人があると見えて、 これに関する問い合わせがだめないので、付録と重複するが、ここにも記して、偽作文書であることを明らかにしておく。この文章が、福沢の心くんであると称して流布され始めたのは、昭和30年頃であるらしい。過剰が少なくて複製しやすいので、大正主事の形で印刷されて、広しくに行われている。富田正文、福沢諭吉全集別館。 p228。また、1979年には、当時の慶応義塾大学広報部長が、福沢真くんは、戦後に名古屋のとある会社が掲げていたのが、その最初のようであると証言している。小説家の清水義則は、次女、福沢幸吉は、謎だらけ。真くん小説に登場する文学探偵の推理として、福沢慎くんは、 福沢がしそくらに示した、日々の教えにある、お定めを参考にして作成されたのではないかとしている。それは、お定めの第1番、1、嘘をつくべからずと第7番、1、人のものを羨むべからずが、それぞれ、福沢真君の、1、世の中で一番悲しいことは、嘘をつくことですと、1、世の中で一番醜いことは、他人の生活を羨むことですに類似しているからである。 以下に参考のためお定めを掲載する。清水はさらに同著中の文学探偵にいつごろ誰が何を目的として福沢慎君を作成したのかを推測させている。慶応義塾側は富田正文が偽作であると断じて以来新聞や雑誌などのメディアにおいて福沢慎君が福沢諭吉の言葉として取り上げられるたび、 それが偽作であることを知らせてきたとするが、現状は、福沢新君を福沢諭吉による新作であるとみなして肯定的に、受容する向きが、関係者からの否定の声を大きく上回っていることを認めている。その上で、福沢新君を書き記した紙を額入りに仕立てて、販売している業者の存在が、世間への広まりを助長していることを指摘している。ただし、 1963年に富田の論評が発表される前の1958年、小泉晋三元慶応義塾長が、馴染みの銀座の料理屋へ、自身の記号した福沢新君を送ったことがあり、かつては慶応義塾関係者の一部にも、福沢新君を肯定的に見ていた様子があったことが伺われる。ありがとうございます。